表目と裏目の地模様を編んでみましょう。トモグサリの裏山を拾う作り目をします。糸の向こう側に針を当て一回転させ糸をかけて引き出します。これで準備ができました。次に針に糸をかけて引き出します。これを繰り返します。鎖編みが32目できました。針を棒針に変えます。鎖の裏山から拾い目をします。裏山に針を入れ糸をかけて引き出します。裏山に針を入れ糸をかけて引き出します。これを繰り返します。31目拾い目ができました。2段目は裏に返して裏を見て編みます。裏目は糸を手前に置き編み目の向こう側から針を入れます。糸をかけて向こう側に糸を引き出します。2段目は裏目を編みます。